皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら。本日もファンダム様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはレベル246ムーンビューです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。長い間、単調な廊下を走ってきて、ここに来た。こんなに美しく印象的な光景を見たのは生まれて初めてだ。放浪者。まずはレベル246の基本情報です。レベル246こと、月の景色のサバイバル難易度のクラスは1です。出口は5分の1で出やすく、環境は5分の2で若干の環境リスクがあり、縁利家は5分の1で最小限の敵対的な縁利家がいます。あと今回の情報は、ファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル246は、ザ・バックルームズの247番目のレベルです。レベル246は、月の景色、または、芸術的なレベル、として知られる、放浪者にインスピレーションを与える素晴らしい月の景色で知られているレベルです。放浪者はレベル内で芸術的な感情を表現するため、多くの芸術家の放浪者がこのレベルに住んでいます。そのため、このレベルを、芸術家の家、と呼ぶ人もいます。このレベルには昼夜のサイクルがなく、常に月が輝いています。レベルは非常に安全ですが、避けるべき環境的脅威もあります。メモリーフレーム、や、有害なフェイスリング、がその例として挙げられます。これらを避けてこそ、そのレベルに住むことができるわけですね。このレベルはザ・バックルームズの中で最も文化的に進んだレベルと考えられています。また、最も多くの生命が存在するレベルの一つでもあります。画家や旅行者以外にも、MEG のようなグループもこのレベルに拠点を置いているようです。レベルは3つのエリアに分かれています。まずは、ビーチ、です。ビーチはその名の通り、海辺の砂浜です。ここの海で泳ぐことは完全に健康的で問題はありませんが、水を飲むのはザ・フロントルームズと同様、塩水なので危険です。海は波がないことが多いのですが、時折暴風に見舞われることがあります。暴風の時は海がかなり波立って非常に揺れるので、海に入るのは危険です。海に深く入りすぎるのもおすすめできません。ビーチの砂は3度の火傷を引き起こす可能性があり、場合によっては熱くなります。予防措置として、裸足で踏まないことをおすすめします。次に、平野、です。平原は、乾いた草で覆われた平らな場所です。放浪者は通常、まずここに到着します。平地で光害がないため、月が最もよく見える場所です。平原の向こうには高い山が見えますが、高さがあるため登ることはできず、情報不足のためレベルのエリアには含まれていません。最後は、集落、です。集落とは、かつては平原の一部でしたが、後に集団が定住して村や町になった地域を指します。このエリアでは月が見えないことが多く、芸術家がここで見つかることは稀です。この地域は、MEG や他のグループが研究を支援したり、ザ・フロントルームズ内の快適な町に居住区を設けたりするためによく利用されています。次に縁利家ね。フェイスリング、はレベル内で見かけることがあるのだけれど、実際の脅威にはならないわ。一般的に害はないのだけれど、危険なので近づかない方がいいわね。次に戦勝基地ね。このレベルには、芸術家共和国、という戦勝基地があるわ。レベルの風景に見せられて、アートを作り始めたの。とても友好的ね。平原によく生息しているわ。景色が見える場所にいることが多いから、居住区ではあまり見かけないみたい。メンバーは以下の通りよ。お知らせ。他にも多くのアーティストが在籍していますが、このセクションは確認されたメンバーのみを掲載しています。ジェリー・エム・サーシェ。画家。ジョン・プナーチェ。ミュージシャン。H。R。アグリマン。画家。ムルティ・エヌ・ディナー。画家ミュージシャン。G。ノアー。画家。K。ルーミシュー。画家。ミスター・ジェッパーソン。画家ミュージシャン。次に集落ね。以下は集落のリストよ。MEG サイト。MEG が調査を行っているサイト。バックルームコロニストサイト。バックルームコロニストが調査を行っているサイト。BIF サイト。ザ・バックルームズ調査財団が調査を行っているサイト。ERC サイト。レベルのフェイスリングの侵略についての研究サイト。タウン246。放浪者が住むために作られた街。BWO 基地。放浪者と BWO メンバーが住むためのシェルター。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル240で月の写真を撮ると、このレベルに到達します。最後に出口です。まずは一般的な出口です。ノークリップでランダムなレベルまで行けます。次にビーチからの出口です。海に深く潜ると、レベル7になることがあります。BWO のマークがある小さなエリアで水中に潜ると、サブウォーターズに行けます。
次に平原からの出口です。理由は不明ですが、レベルが、矛盾、に変わることがあります。最後に集落からの出口です。クックズプレイス、と書かれた建物に入ると、レベル305、に到達します。ファイルインシデントシャープ1。彼に何が起こったのか？このレベルのアーティストの一人である、ジェリー・M・サーシャーは、このレベルを研究する途中で地面の草むらにある記憶の炎に触れて、記憶を失った。しばらくして彼は逃げ出し、おそらく命を落としたのだろうと考えられている。この事件の後、データベースはレベルの環境難易度を0から2に上げた。さらにほとんどのアーティストはレベルを放棄した。MEG、バックルームコロニスト、その他のグループは、このレベルを再び安全にするために、メモリーフレームやその他の安全でないオブジェクトを全て破壊する作業を開始し、この作業は現在も続いている。この事件以来、最も進んでいたレベルの文化や芸術のレベルは著しく低下した。この事件は、このレベルで起こった最も衝撃的で悲劇的な出来事の一つとして認識されている。事件直後、帰宅したジェリー・M・サーチャーの妻が言った言葉は有名である。私の愛する人、何があったの？この言葉の後、ジェリーは何も言わずにソファーに横たわり、約40分後に姿を消した。オブジェクト33。メモリーフレーム。または記憶の炎。記憶の炎は、燃える記憶、とも呼ばれ、分子記号ミーを持つ光放射性黒色元素だ。これは使用者の記憶を消去する非常に危険なものであることがよく知られているが、ごく稀に使用者が死亡する可能性もある。記憶の炎の近くにいる場合、その匂いだけでも肺に重大な害を及ぼし、場合によっては死に至る可能性がある。近づく行為は非常に危険であるためお勧めできない。したがって、絶対に必要な場合にのみアプローチする必要がある。通常、自然界では液体として存在しているが、固体または気体として存在することもある。記憶の炎は、その場所に長時間止まると、その場所の空気を汚染し、人々の肺に重大な害を及ぼす可能性がある。研究者は今も記憶の炎を研究しており、その効果に反対する記憶の回復を再現しようと試みている。通常、使用者、もしくは汚染者は2時間で障害を通じて経験した全ての記憶を完全に忘れてしまう。この段階で、対象者は奇妙な悲しみの感情に襲われることが報告されている。起源については情報がない。その日から始まるの